じゃあどうも。さあ、吉子さん、はい、いろんな選手と、まあ、やってきたりだとか、うん、対戦したり、うん、で今までも見てきてるわけじゃないですか、うん、でまあ過去のことっていうのはなかなかわからないと思うんで、記録上しか、うん、吉子さんが携わったり見たりとか、本当に見たりとかしてベストナインをちょっと作ってもらいたいと思うんですけど。難しいよな。でもな、いや難しいですよ。それは対戦した中からじゃあベストナイン作るわって言うんだったら作ってもいいし。いや、ピッチャーあったらもう決まってるわな。北ペップさん、うん、江夏豊さん、まあコラボしてますからね、うん、江夏さんな、やっぱ後ろから見てるし、やっぱ群抜いてる。でも江夏さんの前世はやってないでしょ。やってないけどビデオ見たりしてるもん俺。だから僕の話を聞いてます、うん、やってない。忖度しなくていいんですよ、ここは。いや、忖度ってだから江夏さん気使ってるでしょ。気使って、全然気使ってない。いや、例えば僕はもう開口一番江川さんって言うんですよ。ああ、そうじゃない。俺入ってない。打った江川さん、打ったんだけど、江川さんって大根で肩壊してるやん。あの人って人を見て投げてる。ああ、確かに確かに。で、豊かに対しては多分必死だと思うよ。じゃあそうでもなかった最初。俺に対したら必死じゃなかったよ多分。ああ、そういう区別をされた。区別をされてる人間なんよ俺。だからね、そういう面では山本浩二さんとか、うん、あの辺行くとすごい球投げてるはずなんよ。すごいですよね、うん、ブーンって球で。そうじゃないんだよな俺、うん、江川さんじゃないんだよな。いや、じゃあ江川さんって対戦してないでしょ。してない。見ててね。でもまあね、21球という、あれ何の21球、奇跡の21球でしたっけ。江夏の21。ああ、そうですね、はい、すいません、これ江夏さんに殴られるどう、あの時ショート守ってんですもんね。そう、飛んでくるなと思ってたけど。それ絶対そうでしょ。飛んできたらもう間違いなく広島の優勝はなかったですよね。ない、それ100%言える。これ絶対言える、マジで。これ自信持って言える。もうあれがハーフライナーとかちょっとショーフライとか、ね、そうその系が来たら大丈夫。高いフライだと雨降ってるしね。もうダメだ。高いフライと地面についた頃はダメで、これどっか投げなきゃいけないって言ったらもう無理でしょ。ダメもうそこで完結する打球じゃなダメない。それも地面につかないやついや、その心境で守ってたでしょうね、本当に。だってその前に俺正直打ってエラーしてるからな。全員がそう思ってたでしょうね。俺のことやろ。いやいや、そうじゃなくて、全員守備者は絶対打たさないでくれと思ってたでしょうね。多分ね、ベンチ守備はそうだと思うけど、ベンチは全員ショートだけ打たせたと思うからやっぱね、思ったね、人ってのね、念ずるっていうことは大事飛んでくんだって、ね、三振取ってくれって。通すなよ、ね、飛んできたらエラーズ 100% 自信ある。飛ばしてエラーさんが悪いよって思ってたからね。でもあの時一回マウンドに集まるじゃないですか、全員、うんうん、あの時の話ってどんな話してたんですか。あの時22やんな、俺な、はあはあ、あの時日本記録作ったことじゃない、はあはあ、でも初めてやんな、全然聞いてないの、はあ、もう緊張で、もう行っただけ、はあ、行ってただ見てるだけなんだ、多分な。なるほどね。でその時に多分スクイズはあるんじゃないかって話はしたらしいんよ。ポッと聞こえたんでしょ、うん、らしい、ああ後から聞いたら、ああ、それも聞いてないから、まあ、そのぐらいテンパってたっていう。テンパってた、うん、まあ吉岡さんがテンパるってよっぽどだったんですね、うん、いや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 、ほとんどテンパらないじゃないですか。テンパってるって、麻雀の時ぐらいでしょ、テンパって。違うっておかしいですよね。違いますかはい、江夏さんね、まあ、ピッチャーはキャッチャー、はい、中尾。ああ、中尾さん、うん、まあ中尾さんがキャッチャーのスタイルをちょっと変えたですよね、うんうん、強烈だったよ。そうですか。パッてバントの構えですよね、パッてじゃん、はいはい、コンってしてもそこにいるからね、うん、ほんま早かったから。いや、なんならこうやってやって体も出てるような、そうそうそう、極端に言えばね、うん、そうそうそう、あれは強烈だったな。あ、中尾さん、うん、あれも同級生だけどね、まあ、外野に行ってね、うん、MVP 取ったりだとか。すごかった。やっぱ身体能力はすごかったですね。すごい動きとかね、うん、思った。なるほど、なるほど、うん、はい、ファーストです。王さんとやってますもんね。やってる、はい、やっぱすごかったですか。すごい。いやいや、これ俺がすごかったですかって聞くのも変ですけどねやってないかな。いや、ちょうど入れ替わりなんですよ。ああ、はいはいはい、すごかったな。もう晩年だけど、やっぱオーラとか、うん、そういうことですか。で、スイングもすごかったもん。
マジでうわーと思って見せて、うわ王さんだと思って、やっぱ憧れの、まあ、一人のプロ野球選手ですよね。もう段階上が上の上、うん、もう行き過ぎてるけどな。で最初にパッと見た時どうだったんですか。やっぱすごかったよオーラが、うん、王さんの打球もさばいてます。さばいて、いや王シフト引いてたからね、はい、いやほとんど飛んできてないんじゃないかな。王さんはセンターとかそこへ打ってないんで、やっぱさばきたかったでしょあればな。でも記憶にほとんどないってことはほとんど飛んできてないはずです。王さんって全部勝ちなんで。長嶋さんはやってないでしょ。やってない入れ替えない、ね、うん、はいファースト王さん、うん、はいセカンド、やっぱ年配になるんだろうな高木森道さん。あ高木豊じゃないですね、森道さんの方ですね。まあいいっすそのやめやめ、その寂しそうな顔するのはそんなことないですよ。いや森道さんっていうのはやっぱすごかったですよね、守備とかも含めて、うん、肩強いもん。なんか僕の弱かったみたいな言い方されない。いやいやそんなことない、そんなことないですか。そんなことない。でもさベストナインってすげえ選べんよな。いやなかなかね、まあその時代時代でありますよ、うん、それはもちろん。だ俺は多分豊かの時代のベストナインと豊か選ぶベストナイン多分全然違うと思う。あ違いますよ。だから俺自分たちのとこを一回区切ってこうしたら豊かとか入ってくるわけやんか。あそれが多分俺その上を見てしまってるんで、はいはい、だから、まあ、若い時にすごいと思った選手たちですよね。そうなるんよ。いやそれはもう当然です。そんな僕はイチャモンつけてるわけじゃないですちょっとイチャモンつけてるやん。でそういう面だ違う意味のベストナインったら入ってくるやん。やっぱいやいいですいいですな。大変だろお前この大変ですよ、うん、大変よ本当に若者だから本当に吉子さん、あの森光さんね、うん、高木森光さん、うん、ね、よく間違えられましたけど僕は。あ高木でね、そうそうそう、うん、でサードサード掛布正幸。おお、うん、まあライバルはたくさんいましたよね、うん、まあ原もそうだし、うん、これはもう譲れんな。あ掛布さんやな。お世話になりました。いやあの仲良くしてもらった。そうでしょ、うん、僕も仲いいんですよ、うん、だからもう依存全くないし、車買う時もあのテスラロス買う時も俺が乗ってて、よしあのどうやっていいですよ分かったテス買ったもんで事故したんです。そう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 だそこまでまあ有名な話ですからね。まあね、まあ、かけふさんもねもう何回か出ていただいて。あ本当に呼んでないですか。呼んでないかけさんは。かけさん面白いですよ。面白い、もう本当にもう楽しく話してくれるから。でもさ俺そういうの苦手なんだよな俺。え何がですか。コラボするっていうかそういうの。あそうですか、うん、でもこう視聴者っていうかチャンネル登録してくれてる人たちは、うん、やっぱ一つ楽しみですよね。本音が聞けるから、ね、はい、昔の話とか、うん、まあ前の動画で乱闘の話とか、うん、真実はいかにみたいな、うん、でペイさんと仲悪い達川さんと仲悪いっていうのも、うん、あ本当の話やったなって。そうだと思うんだ悪いから。まあ大体仲のいい人いないですからね僕ぐらいしかあと後輩、いや後輩面倒見がいいから吉子さんだから吉子さん吉子さんって言う人はね、まあ、ね、まあすごいなんか兄貴分で男気があってって。まあそうやな、ね、どじだからそのなんていうの同級生とか嫌いでしょ。まあ上の方にもかかってるタイプやからね。だからね、そうでしょ、うん、いや大体かかっていって失敗してるタイプですよね。そう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 、はい、まあ分かってます。いろんなことあるね。まあ僕もそうですから、うん、はい、ね、ショートショート。いや自分でもいいんですよ。いやいやちょっと待って。いや当時の選手を言うんだったら僕吉子さんって言うし、今の年代だったら坂本勇人って言うし、そのちょっと前って言ったら松井稼頭央って言うし、うん、あそうなるよな。ああいやいいんですよ自分でも。誰だろう。だ目が泳ぎ出してるじゃないですか。自分って言っていいのかな。いやいや俺はね守備で相当迷惑かけてるからね。いやでもねまあベストラインだから総合的な話だから、うん、それはいいですよ全然。じゃあ俺行っちゃおうか。はい、じゃあレフト。あ早いですか行くのが。いいよ大丈夫いやそれはもうそういうとこさちょっと意地悪系出てない。いや僕はあの意地悪じいさんって言われてます。あじゃあ戻してもセカンド投げ豊だから。いやいやそんなことないいやそれでショートは吉彦さんがライバルだと思ってた選手って誰なの。いない思ったことない、まあ、そういうことあんまり感じないタイプ。感じない。野球は好きでやってたから。あいつはあいつ俺は俺みたいな、うん、そうよね。でも吉彦さんは本当はベストナインに値するぐらいの選手だと思いますよ。ありがとうございます。いや本当に、いや僕は憧れてましたもんあのいい加減さっていいなってそこすごい大事。いや大事大事やん。いや大事なんですよ。で吉子さんエラーしても次のボールって簡単にさばくじゃないですか。
僕さばけなかった。で俺でさ、みんなが言うわけよ、吉井君お前ってさ全然気にしてないよなっていう、偉い人もとか通りアウトになったから、で自分の中ですごい気にしてる。いや気にしてるでしょ、うん、いや気にしてるんですよ。でも周りからしたら全然見えないらしい。そう、それがいいんですよ本当に。ああ、ですごい緊張しなんだけど、周りからしたら緊張してないんだよなと思って。全然全く。そうやろ、緊張すんのかなと思って、うん、ただどっかでしゃあないなと思ってやってるな。そうですよね、うん、いやだから一回エラーするとリズム崩して、うん、次のボールも危ない人っているじゃないですか。いるね。吉子さん全然関係なかったですもんね、うん、もう仕方ないと思ってんだろうな。そうでしょ、うん、いや僕なんか一個やると次のボールが飛んで捌くまで落ち着かないんですよ。あ、俺ねいつも一つ思ってることがあって、後悔したりとかいわゆるそのプレーを心配してあるやん、はい、エラーしたらどうかとか、それで自分がいろんなことを考えて元に戻せるんやったら悩めって、そこへ戻らんわけやん、もうしゃあないって置いてきたやん。いや僕はね人生はそうなってるんですよでも野球はそうならなかった。人生はそうなってるんですよ。俺盗塁でもなってたからな。いやそう、もちろんもうアウトなるやん、あしゃあないなって帰ってくるやん、あまた走ったらいいなと思ってたからね。だから盗塁者すごい多いからね俺。いや僕も多いです。関係ない、うん、もうその性格が別じゃないんですよ。そうやろ、いいとこ言ってるよレフト、はいレフト、センター決まってるんだよ山本浩二さんですよ、うん、違う福本さん。あ、僕もそうです。福本さん、やっぱ足の速い選手好きですよね。あセンター福本さん、はい、レフト、ちょっと待って、レフト、はい、誰がいるや。まあ松井秀喜もいるし。あ、そっかそっか。レフト、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 いっぱいいますよ。秋山浩二とかも。ああ、いるね。いっぱいいるね。自分なかったら、水野さんはやっぱし印象深いな。あのトリプルスリーやってますからね。うん、やってるね。はい、平均値は高いよな。高いです、高いです。じゃあ、水野さん、はい、レフト。センター、福本さん。はい。これはレフト、松井秀喜。ライト。まあ、どっちでもいいです。まあ、外野3人というくくりで言えば、うん、まあ、その3人です。そうやね。はい、外野になったら本当適当になりましたね。興味ないもん、ね、で山本浩二さんが入ってないっていうのはまあいろいろやっぱあるんですか。ないないない、別にトレードは言われたけどないね。センターで言ってしまうと福本さんなんですよ。まあまあそうですね。ああ、うん、セパ通しても、うん、やっぱあの守備見た時俺びっくりしたもん。いやすごかったですね。俺初めて福さん見た時にエイトマンいると思った。見てる人エイトマン分かるかな。球よりも速かしてるマジでえってだからそれ言うと磯畑っていうのが日本ハムに入ってますよ、うん、今度見てください機会があった、うん、一緒そのぐらい速い。福本さんよりも速いかも。まだ技術的にはまだまだ劣りますよ、うん、足だけだったら半端なく速い。だからね岡田がいたやんロッテで、はい、ゴールデングラブ取って、はいはい、あれ福本さんの違いは、はい、福本さんは落ちる地点にまっすぐ走ってるよね。そうですね。こうは走ってないよな、はいはいはい、で岡田はちょっとこう走るんです、はいはい、だからすごいファインプレーが多かったけど、はいはい、福本さんの場合はピュッて行ってボールがポンピュッて行ってボールがポンってくるから球より速く走ってるよ。だって阪急の練習って当時のカーンって打ったらボール見ないんですもんね。ああそうだったね。バーッと行っといてパッと振り向いて取、うん、る練習してましたね。あのゾーンとかね、はいはい、うん、行った行った。やっぱ強いチームってそれなりになんか持ってるんですね。持ってるね、はい、うん、でもベストナイン選ぶって本当難しいね。いや難しいですよ。選んだことないですか。あるけど考えたこともないですか。その時だけやね。どっちでもいいよって。そう誰でもいいよみたいな。だって時代別のベストナインを作る方が優しいよな。はいはい、まあそれはもちろんです。うん、でも本当に範囲が広がるとね。うん、本当自分が見てしまうのを選んでしまうから、うん、だって見たら小坂もそうやな。うまかったですね。あの守備見たら嫌になるよ。こいつどこにいるんやって。いやだってあの打球に対しての反応が違いますもん。だからあの宮本もうまかったけど、うん、打球の反応からすると小坂の方が良かったですね。すごい。ただ小坂肩がなかったでしょ。うん、それほどな、うん、ね。いやでもね抜けたと思ったらいるんだもん。うん、いる。こいつって思ったの。あいつの打球の反応は半端なくすごい素晴らしかったです、うん、だからそうやって見るとなんだろう、もうそのベストナインこう選ぶのはなんか俺の中じゃあんまり良くないなっていう感じがするんよな。もうすごい選手がたくさんいるっていうのがいいかなって。最後に言っちゃうもんですか
だからセカンドで候補は高木宗光さん、高木豊か、うん、で篠塚さんもいましたよね。篠もいたな、そうなんで5人ぐらい枠、 5枠、まあ、この好き嫌いですよね、うんうん、まあ、そうだから5枠の方がいいんじゃないかと思うな。なるほどね、うん、だからサードだったら夜長嶋茂雄さん、掛布さん、松永が入ってくるし、そうするとなんかああすごいなっていう選手がたくさんいたと思えるけど、そのベストナイン一人ずつ選ぶったらもうねダメやね。わかりました、うん、最後はダメ出しということで